凶悪な外人も出てきますし、あのプロレスのその凄み、そして凄みそのがあるんだけど、また面白い、ね、楽しみがこの中に。さて、全日本プロレスに戦いの場を移して、因縁の対決ジプシー・ジョーアシロ・ハラの戦いでございますね。シングルマッチ30分一本勝負でございます。相変わらず番頭を持ってリング内にやってくるわけですけどね、ついぞジプシー・ジョーが番頭を凶器に使ったことはないですね。そこら辺がタイガージェットシーンとサーベルのような関係ではないわけですね。さあもう入れ込んでもうほとんど赤コーナーの方に行ってますが、ジプシー・ジョー、さあほとんどチェックもさせません、うん、隙を見て突っ込みます。いきなり場外戦ですね。もう波乱の展開というわけでございます。まだこれは昭和の時代のことでしょうから、昭和の時代はまだ場外戦がありという時代ですからね。いくらでもお客さんとレスラーの間が離れているというわけではなかった。お客さんが逃げ惑わなければならない、そういう状況が昭和プロレスでございます。さて最初からもうまともなプロレスはするつもりありませんね。ガンガン場外戦に行きます。お客さんも逃げ惑う。いやーきついですねこれは。まあ、国際時代でしたこれで15分ぐらいずっと場外戦やるんですけども、すぐまあリングリンしてるようですね。30分一本勝負というところもあるのかもしれません。やっとロックアップしました。さあ得意の打撃戦ですね。逆にこれ受けるのも見せ場になりますから、ジプシー・ジョーの場合は殴ってる方が痛くなるっていうね、タフなレスラーですからね。このゆっくりさとしたこのリズム、そしてこの繰り出す打撃系の技ですね、これがジプシー・ジョーの特徴です。
さーてどう料理してやろうかっていう感じなんでしょうけどね。まあ、もちろん金網デスマッチじゃないので3メーター以上から2ドロップを飛び出すというのは技はできません。というか全日本プロレスで2ドロップしてないんじゃないですかね。国際プロレスだけの技でございます。もうほとんど後半は鉄パイプの椅子、パイプ椅子で殴られる人っていう感じになってました。まあそれ以前のちょっと今日は昔の国際プロレスの感じで試合をしている感じですね。原選手もちょっとジョーの攻撃を受けてますので、昔の感じにちょうどなってます。サミーですね。打撃系では軸史上はちょっとどうにもなりません。殴ってる方が痛くなるっていう感じですね。椅子で殴っても何とも効いてない感じ、そのままリングインしてしまいましたね。椅子持ってきました。まあ、これ一つの見せ場ですね。もうこういうとこからだんだん最後はもうこれをすることが軸史上の仕事みたいになってしまいました。まあこの人の狂気の使い方はむちゃくちゃで放送できない時よくありましたね。ハサミとかそういうの使ってねガンガンやるので、まあ、国際プロレスの時はそれが許されてたのでねやっちゃうっていう感じでしたけど、この人も面白いことがあって、知り合いのプロモーターの人から聞いたんですけども、便所まで追いかけてきたっていうんですよね。なかなか茶目っ気たっぷりの方で、まあ、そのプロモーター見つけて便所まで追っかけてきて、鍵閉めて、震えてたっていうことです。なかなか面白いことする男ですね。この人もね最後までギャラもらったのかどうなのか微妙なんですよね。ビッグサマーシリーズまでついてきてますが、最後の昭和56年のね興行でどれほどギャラもらったのかよくわからない。まあ支払われたのだろうけど、それ 100% 支払われたのか支払えたのか、そこら辺は謎ですね。まあ日本人はほとんど払われてませんけど、外人でも軸史上はちょっと微妙じゃないかな、そんな感じがしてます。メキシカンはね意外にもらったらしいですけど、安いからヒアラ・ビエンド・イ・フェゴとかね、ビビってたらしいですよね。お客さん入ってない興行で最後母国へ飛行機で帰るときにねギャラがあるんだろうかっていうビクビクしてたらしいですよね。まあジプシー・ジョーがいい感じで攻めてるときはこんな感じで乗ったりとしたリズムで打撃系の技とか締め技とかそんな感じでゆっくりした技になります。さて足の幅なかなか入れませんね。またもや椅子攻撃です。
ですかね。完全に曲がりましたとお客さんも言ってますね。まあ、ここが一つの見せ場になっているわけですけど、まあ、全日本プロレスではそんな感じですね。まあ、国際プロレスの時の暴れっぷりっていうのはちょっと影を潜めているっていう感じでございます。しかしまたこれは元国際同士なので、まだやってる方ですよ、うん、気心知れてるんでね。まあ、国際プロレスの時の暴れっぷりというのはなかなか見られなかったっていうのが非常に残念ですよね。外国人翔平ルートにおいても熟知上の紹介のレスラーっていうのは多分いたようですから、あのこの人も国際プロレスの一員であることは間違いないことなんですけどね。大豪ルートと熟知上ルートっていうのがあったみたいです。ちゃめけたっぷりのねところもあったり、国際プロレスに献身的であったりするというところはこの人は立派な国際プロレスのレスラーだなと思うわけですけどね。まあ、最終的にラッシャー木村とか大木金太郎とかそういうところの勝敗はあの随分悪かったですけど、まあ、登場時のセンセーショナルな感じからすると後半はちょっとラッシャー木村には戦績が悪かったような感じですけどね。でまあそのカール・ファージを連れて最後 IWA 世界タッグとかね挑戦してましたけど、まあ、一番国際プロレスのことをですね献身的に頑張ってくれたレスラーだと評価するしかありませんね。もちろんこれ凶悪外人という枠に入ると思います。さあ勝負度外して両者リングアウトですかね。ここまで外行くとなもう戻れませんがね。全日本プロレス10カウントだったと思うんでね、もう戻れない両者リングアウトだと思いますが、まあ、そんな結末の方がいい感じかなと思います。あ、戻ってきましたね。お客さんでも多いですね。国際プロレスと違って。国際プロレスは大体前列から5列ぐらいですからね。